はい、こんばんは。ということで、今日はご報告があって動画を、撮影してます。ご報告です。なんとですね、この豆柴コロチャンネルオリジナルグッズを販売することになりました。はい、今回は、アーティストのひよこさんに協力いただいて、イラストを描いていただいて、それを、モチーフに、こういったグッズを作らせてもらってます。すごいね、可愛くて、まあ、オリジナルグッズって聞くと本当に家でしか使えないとか着れないとかそういったものが多いんですけど、今回は普段使いでも使っておられるような可愛いデザインだったり可愛いイラストになっているので、ぜひですね、皆さんを見てもらってすごい気に入っていただけるのかなと思ってます。まずはマグカップです。マグカップです。じゃあどう、可愛いね、これプロのイラスト入りです。シンプルなんで、ちょっといつも使えるかな。これもこれで飲む？めっちゃどうか、どうか、どうか。どう？いい？かわいいね。感じ？ほら、かわいいね、ゴロ。これでコーヒー飲もうね。ね、ほらちゃん。かわいい？どう、ゴロ。これもどうですか？あ！ね、かわいいね、ゴロね、これね。結構これからの時期ね、冬とかになるとあったかい飲み物飲むことも増えてくると思うんで、これでお菓子と一緒に可愛くね、飲んでもらえたらいいね、コロ。コロもお菓子食べようね、一緒にね。ね。うん。うん。T シャツもできました。ニコラ T シャツでーす。可愛いね。可愛いね、コロ。これはサイズは何ですか？これが L サイズで。今着てる人は身長何センチでしたっけ？170。170でちょうどいいぐらいのサイズ感になってます。いいですよね。ね、これ散歩いけるね。散歩いける、これで、うん、とても着やすいかと思いますし、これからの時期ね、インナーとしても活用できるんじゃないかなと。で、イラストもそんなに大きすぎないので、すごいワンポイントで非常に可愛いのかなと思いますんで、ぜひぜひ見てみてください。サイズはショップの中に後ほど詳しく説明しますが、何種類かご用意してますので、そこで皆さんに合うようなサイズを選んでいただければなと思います。コロくん、次はトートバッグです。はい、こんな感じのトートバッグになりました。ね、結構散歩の時とかでも実際使えるぐらいのいいサイズだし、どっかちょっと買い物行ったりとか、最近だとね、レジ袋も有料ってところで、買い物バッグにもちょうどいいのかなっていう感じです。エコバッグだね、こんちゃん。どう、こんちゃん、これかわいい。どう、コロ、コロくん興味ない？コロ、あれで散歩行くんよ、こんちゃん、ほらかわいい、こんなサイズです。コロがちょうど豆柴で体重が5キロいかないぐらいなんですけど、それと比較するとこんなぐらいのサイズですね。こんちゃんどう、気に入った？うん。かわいいね、このイラストね、コロ。ひよこさんに描いてもらいました。あと、コロくんが我が家に来て1年半になって、いろんな写真が撮れたので、ベストショットをまとめた2022年用のカレンダーも作ってみました。カレンダーのサイズは机の上に置ける使いやすいサイズになっているので、ぜひ、ご家庭の机に置いて使っていただければと思います。カレンダーの写真はこんな感じで、お出かけした時の写真や家でくつろいでいる、コロくんの写真で、どれも可愛いものになってます。詳しくはサイトで見れるようになっているので、ぜひ見てみてください。はい、こんな感じで今回は、豆柴コロくんのグッズを紹介してみましたが、いかがでしたでしょうか。気に入ってもらえるものがあれば、ぜひ手に入れてみてください。今後僕たちはワンちゃんとその飼い主さんの生活が今より少しでも幸せになるようなサービスや商品を紹介販売していきたいと思ってます。サイトのブランド名にもなっているファムニーはファミリーの家族が由来で、ワンちゃんも含めて家族みんなが幸せにという意味が込められています。豆柴コロチャンネルが始まって1年半になりましたが、ありがたいことに皆様のおかげで、もうすぐチャンネル登録者数も1万5000人になります。これだけ多くの方に見てもらえているのは本当に恵まれていると思うので、今後は今まで以上に皆さんと関わっていけたらなと思ってます。このチャンネルを見てくださっている方の中には、すでにワンちゃんを飼われている方も多いと思うので、 YouTube ライブなどを通して皆さんの意見を取り入れた、僕たちにしかできない
作れない商品やサービス作っていきたいと思ってます。長くなりましたが、これからも豆柴コロチャンネルとファムをよろしくお願いします。最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録と高評価コメントお待ちしております。また次回の動画でお会いしましょう。